3番議員の質問を許します。はい、3番議員。はい、ルール、ご丁寧な答弁ありがとうございました。まず順を追って、再質問させていただきます。まず65歳定年制という件に関しましては、ご答弁のとおりと私も認識もしておりますし、情報としては報道されている範囲かなということで、これからかなと思います。この定年延長あるいは65歳定年という言葉はもともとはやっぱり民間の、雇用と、年金の問題等々から具体的に派生しておりまして、これが当然に公務員の職場にも及んでくるというふうに理解をしておりまして、そういうことの中では、民間の企業、これがくしくも今朝の NHK の、朝のニュース番組、この中でも実は触れた報道がありました。有力な会社がですね、数社具体的にもう65歳定年を導入を始めていると、検討のその先まで進んでいるというような、報道がありましてですね、これやっぱり人材の活用、民間企業にとりましては、ただ年金受給年齢とつなげるっていうような理屈だけでは、会社も持ちませんので、人材の活用、特に優秀な人材、これを逃してはならない、あるいは、持っているノウハウを最後まで活用していただきたいということかと思いますが、これは公務員職場にとっても同じではないかなと思います。そういうことの中で、65歳定年に関しては多分、来年以降ですね、具体的な法制化も含めてどんどん進んでいくんではないかなというふうに思います。そういうことの中で今度は市に戻ってみますと、そういうことを前提としたときに、それまでの間に何をやるかっていうことが、この括弧2番の再任用ということでありまして、再任用を検討始めてからもう10年以上、再任用って言葉が実際になっているわけでありますが、65歳定年が、定年制度、これが制度としては本丸ではないかなっていうふうに思います。さすれば、それまでの間、どのように制度を運用してですね、その間、今、市で活躍しておられる人材が、一つは生活が困ることなくということで、年金との、支給年齢との関係ございますが、そうではなくて、市の振興のために、いかに働いていただくかという観点で、この世代の皆さんの活躍っていうのが欠くことのできない戦力になるんではないかなと私は思いますので、再質問という形ではないですが、65歳定年制っていう時を捉えて、ぜひ、どうしたら人材の活性化が図られるかという観点で検討を内部でお願いをしたいと思います。ということで、今度は再任用の方になるわけでありますが、具体的に、6級職員を今回のように配置したということについては見直すというお話でございましたが、現在この事例をいただいている、管理職の皆さんは来年の4月はどうなりますか。総務部長。はい、現在再任用で、お勤めいただいてます署長等の職員でございますけれども、再任用される職員年齢が高くですね、高くてですね、勤務意欲能力の変化が、一般的には大きいとされているため、この再任用制度というのは任期が一応1年以内ということになっております。任期満了時点におきまして本人の次年度への移行確認を行いまして、勤務実績や健康状態を判断する中で働く意欲と能力があり、適当と認める場合には任期を更新するということになります。継続ではなくて更新という形になります。特に現在、何人か数名いらっしゃいます署長さんにつきましては、
まあ、前回もお話しさせていただきましたけれども、地域とのつながりの中から、ある程度の継続性が求められる性格でございますので、本人の意向を尊重する中で、原則、更新のお願いをしていきたいと考えております。3番議員。まあ、今は、再任用ということで、職に就いておられる方は、前回の一般質問のやり取りで言いますと、27年、28年の2か年間の職員というふうになっておりますが、これはやってみたらというか、再任用ですね、特に結果として塩尻市が県内では突出した、待遇になっているという表現でございますが、やってみたら結果、県内で突出してしまったっていうことでしょうか、あるいはですね、やったことが誤りであったということが、今回認識をされて、内部で検討した結果、見直すということでしょうか。総務部長。はい、本来、再任用制度の論議っていうのはですね、先ほど議員さんもおっしゃったように、年金の受給者年齢の引き上げに伴う、公務員の定年制延長の話がですね、まあ、前から久しくくすぶっていたと、そういった中で暫定的に取り組んできた制度でございますので、ということで中長期的な観点で検討された経過はございません。まだ始めて間もないんですけれども、本市ではその時々の対象者数、あるいは必要なポストをの存在を見る中でですね、退職前の部課長の実績、あるいはノウハウを生かした比較的重要なポストに、まあ、結果的に貼り付けることが可能であったと、まあ、これは市町村によって、そういうポストがなければ、もちろん貼り付けられませんし、本市の場合には事業が拡大しておりますので、まあ、それだけ重要な能力等を必要とする職員が必要であったという中で、まあ、現職で賄えない分、再任用も貼り付けたということで、まあ、結果的には、他市に比較して、比較的高いポストに、来たと、ただ、公務員の定年制延長の話でございますけれども、早ければというお話もあったんですけれども、まだ課題のハードル、非常に高いです、2点ございまして、定員と人件費については、現状で、続けていきたいというような、まあ、方針も出ておりますので、そういった中でどういう形で定年制の延長を持っていくかという具体的な検討がまだこれからだいぶかかると思いますので、まあ、それまでの間、当面、先ほど言いましたように、再任用もフルタイムと短時間ございますし、あるいは嘱託臨時、等の形態もございます。そういった形を活用する中で、本人の意向を尊重する中で、そういった形を活用する中で、私ども今、取り組んでいる経過でございますので、初めからこういう形ありきで始めたものではない、今現在、そういった現在の現状、塩尻市の現状に合わせて、取り組んでいるということで、ご理解いただきたいと思います。3番議員。はい、まあ、経過や現状については理解しないわけではありませんが、私は先ほど申し上げましたが、この定年世代は、これは当然、役職とした部課長の皆さんが多いわけでありまして、職員としてのスキル、これが20年、30年という経歴の中で蓄積されてですね、責任能力もあると、そして公的市民サービスのために、まだまだ必要な人材あっていう段階で定年を迎えるっていうふうに私は理解をしております。そういうことの中では、その皆さんが一番恐れるのは、そういった先が今回の再任用制度の見直しだとかですね、こういう論議の中でそういったやり取りを見てますと、これはまさにそのやり取りがモチベーションを下げてしまうんではないか、あと2年3年っていう大切な残りの部分をいかに住民サービス、市民サービスをに尽くすかという心持ちでおられる中で、将来のそうは言っても、
年金もらうまではどうしたらいいか、あるいは再就職の先はどうかっていうあのことで日々過ごすっていうのは非常にあの精神衛生上私はよくはないって思います。それは一重にですね、あのキャリアパスが見えないからではないかなと。今こういったあの難しいあの時代ではありますが、ようやく65歳定年制っていうあの一つの目標がですねこう見え始めています。多分そこへ向かってあの世の中の動きが、これはあの公務員職場だけではなくて民間も含めてあの向かっていくと。そして超高齢化社会の中で、いかに、お年寄りの力を、あのお年寄りでまだお年寄りまでならないわけですが、この、世代の皆さんが、社会に貢献する場っていうのをあの予定をしないと、これは逆に社会が持たないんではないか。そういう観点からしますと、キャリアパスっていう部分をしっかり見えるようにすると。でそれはあのそのことでもって今55歳だと50歳過ぎてですね、あの先ほど申し上げたように責任のある立場についていく皆さんからしましても、これはあのこの間のこの6月のやり取りの中では前のポストが突っかえるとモチベーションが下がるっていうようなやり取りがございましたが、そうではなくてその先のキャリアパスが見えることで、あのその人たちは自分たちが活躍する場面だとか、あの人生における私の今の仕事、これがどういった位置づけになるかということが人生設計ができるわけでありますので、むしろモチベーションは上がっていくんではないかなと思います。ですから60歳から65歳の皆さんをどのように活躍してもらうかと、その、これは難しい問題が今部長の話の中にもありますので、そういったことを一つ一つ点検をしてあの検討していただいて、あの最終的にはその皆さんがあの力を尽くして市民に奉仕するというような、動機になっていく、そういったあのキャリアパスの仕組みを、これはあの時間がないと思います。あの塩尻市がそこにおいてあの県下の市町村に先駆けてそういった制度を作るって、これはあの私は必要であり、市民目線からしましてあのとっても必要なことではないかと思いますので、あのいろいろ問題あの課題はあろうと思いますが、人材活用というあの視点においてぜひあの早急な検討を内部でやっていただきたいなとあの思います。いろいろ申し上げたいあの部分はあのありますが、あの一応要望ということで、この要望でよろしいですね。はい、ここです。あの65歳定年と再任用についてはあの終わらせていただきます。続いてよろしいですか。はい、次に、2点目の地域包括ケアの行方というあの部分であります。まあ、これあの再質問する前にですね、3月定例会一般質問で私はあの介護予防、具体的には運動機能向上事業、これがあの移行するにあたってあの今使っている事業が総合事業になると使えなくなる、これは有識ことだということであの市長に嘆願書をあの出した皆さんがおられて、結果ですねこのことあのこの一般質問をしたからではな多分ないと思いますが、6月の定例会で早速この制度に関しては一部あの見直しをしていただいて補正予算措置をあのしていただいたとあのいうことであります。これまで、充電の二次予防事業、これを利用してこられた皆さんが再度サービスを使えるようになったよと、そしてつい先ごろあの利用している施設の方からそのことを前提としたあのこの後どうしますかという問い合わせ、これが具体的にあったと、あのもう諦めていたのでとってもありがたいという声が私のところにも届いております。あのそういうことの中で、まあ、これ市長の言われた塩尻モデル、国の枠からは若干はみ出す措置かなというふうに理解もいたしますが、これを早速やっていただいたということで私からもこのことはあのとても評価をし、あのここではあの 最初に御礼を申し上げたいと思います。さて、そういうことの中でですね、
先ほど答弁がございましたが、連携事業に関してでありますが、厚生労働省からは、8項目具体的に示してですね、こういうことをやれという指針が出ております。項目ごとに進捗の度合いだとかですね、それが異なったりです。市町村による実情とかで、異なる部分ではあろうと思いますが、就労支援の場合、これがどのような進み方になっているかと、具体的に、項目ごとに全てをということではありませんが、どのような状況にある。あるいは、実施項目はですね、これは専門機関、あるいは医師会等の、専門家の皆さんに委託できるというふうに、なっております。委託されている、そういった事実はありますでしょうか。健康福祉事業部長。今回、国から8項目を示されました、また委託につきましては、すべて委託をしてございません、先ほど申し上げましたとおり、26年10月に医療と介護の連携推進協会を立ち上げて、合わせまして、連携対象の発行しておりますので、その辺でこう医療、介護関係者との、情報共有の支援、切れ目のない在宅医療、介護の提供体制は、ある程度こう県内でも早く進んでいるかなと思っております。ただし、在宅のこう支援の関係で、入退院の支援、今、広域の中でこう検討しておりますけれども、30年4月から実施してまいりますので、それがこれからの取り組みになりますけれども、おおむね、8項目につきましては、すべて、係を持ちながら推進をしている状況でございます。以上でございます。3番議員。はい、ぜひこれが等しくすべてが 100点で済んでいくということには逆にならないかなと思います。そういうことの中で落ちこぼれる政策というかですね、落とし穴が開いてしまうというようなことのないように、ぜひやっていただきたいわけですが、この連携事業というのはですね、地元医師会との連携がこれはまさに必須であります。そうに考えますが、どのような連携体制を具体に取っておられるか、この連携はトータルしてうまく機能しているというふうに解釈してよろしいでしょうか。健康福祉事業部長。はい、26年10月の推進会議の設置にあたりましては、医師会のみならず、歯科医師会、薬剤師会の3師会の皆様方、ご参集いただいておりますので、それはこう網羅できております、ただし今、市内10地区に推進会議を本年中設けますけれども、その辺のこう地域住民の皆様方の取り組みと、医療と介護の取り組みの連携をこれからこう密にしながら、新しいちょっと組織を持っていかなければいけないかなというのを考えております。以上です。